元港七番街元町高架通り商店街は JR 神戸線の元町駅と神戸駅間の高架下に運営されている商店街である。通称は元港とされているが三宮高架下と一括して高架下と呼ぶのが一般的。住所としては神戸市中央区元町高架2に属する。三宮センター街、元町商店街といった 神戸の表向きに観光客や買い物客を多く集める商店街の裏通り的存在としてマニア及び外国人の通る姿が多く見られる通りである。元町高架通り商店街として正式に形成された年度についての資料は乏しいが、戦後の闇市をルーツとする説が最も多くある。三宮元町神戸間の高架化はそれ以前の1934年に行われており、 当時元町駅の位置にあった三宮駅が現在の位置に移動されているため、商店スペースはこの時期にはできていたと考えられるのが自然である。2013年に発表された研究によると、戦後の闇市、三宮自由市場の西部店舗群が、松明会による統括と組織化を経て1946年12月に、 元町高架下商業共同組合が発足し1947年6月に元町高架通商業共同組合と解消され元町高架通り商店街が成立したと推察されるという元校3番街元校6番街内小規模平屋店舗がほぼ全てであり2階部分が住居や倉庫になっていると思われるものが多い通路もかなり狭く基本的に 徒歩以外の方法では、すれ違うことにも苦労をする。イメージとしては、フリーマーケットが店舗を構えたようなもの、と捉えると把握しやすいだろう。相当に古い看板から、往年の歴史が想定できる店舗がある一方、数ヶ月単位で目まぐるしく入れ替わる、小規模店舗もあり、流動も大きい。個人商店が多いが、企業による経営もある。カジュアル、メンズ。 子供服などの衣料品や、最近では、パワーストーン、占い、美容院その他、古いゲームのカセットのみ、ワープロ専門店、古着や中古家電製品など、専門特化の激しい店舗も多く見られる一方で、販売される物品についても統一性のないことが、かなりある。また、音楽カセットテープや旧式 PC のような既に、市販ルートから外れている商品も多く見られる。 現在でもアジア中心に海外とのつながりの深い神戸港の影響によりアメリカ、中国、韓国、東アジア、東南アジアからの輸入品を扱った店が多く見られるのも特徴の一つである。隣接する高架下であるピアザ神戸と比較すると若年層の割合が低めとなる。照明がやや暗く、おしゃれよりややアングラな雰囲気が勝つために デートコースなどからは外れる。観光客もしくはバイヤーが日本製の中古電化製品等を求めに来る姿がほぼ日常風景である。阪神、淡路大震災において神戸市街地の商店街はアーケードの破損などにより大きな被害を受け営業ができない店舗が多かった。しかし元町高架通り商店街はその中では珍しく震災の被害が軽微であり、 商店街の店主はいち早く復旧することによって、復旧初期の神戸の明かりとして経営されることになった。被害警備の理由として以下のことが挙げられる。しかし、2015年12月になって土地を所有する JR 西日本が、高架下の耐震補強工事に取り掛かることを理由として各店舗に退去を打診するようになっており、存続の危機に瀕している。また、 2018年4月から3番街、7番街の一部で JR 西日本が耐震工事を行っている。村上志堀、戦後神戸の都市環境形成に関する研究、JR 元町神戸機関鉄道高架下における店舗形成と変容過程に着目して、神戸大学大学院人間、発達環境学研究科研究機を第7巻第1号、神戸大学。 2013年9月87から93ページ、一春1882万2851、元子を消える賞は、存続の危機、神戸毎日新聞2016年5月18日、ありがとうございます。